はい、そういうわけで今日の論産ご飯です。はい、説明しようかな。食べながら言うかな。ご飯でしょ。 FTW 玄米、酵素玄米と、今日は納豆黒千石のトッピング、ひじきと、まあ、お豆さんと、高野豆腐の煮物で、母ちゃんとお揃いのベーコンエッグで、なんだっけ、かぼちゃ、かぼちゃのポタージュ以上。はい、ではいただきましょう。かけます。はい、お座りできた。足も見て、足もどこも、あら、かわいいです。かわいいね。ではいただきます。お、ゆで卵じゃないや、目玉焼きは飲み物、一瞬でなくなっちゃった。ピーナッツか、ピーナッツかぼちゃ、バタピーナッツかぼちゃ、ん、ピーナッツかぼちゃいっぱい来たので、まあ、娘が作ってくれたんだけど、ポタージュちょっと牛乳入ってるかな。皮むいて、綿取って、まず皮と綿で、まあ、綿を水煮にして、だしを取ります。ね、もったいないからね、せっかくだから。で、だし取って、ゆで汁だよね。ゆで汁で、刻んだわけじゃない。まあ、コロコロ切ったかぼちゃを煮ます。そこをペーストして、あと牛乳入れて塩をしただけ以上。で、豆乳とかいっぱい入れるとまたワンコも喜ぶと思います。いろいろ、で、今が旬なのかな、いっぱい乳化してます。はい、あとはお腹の調子を整えるのに納豆一回食べただけで、うんぴの匂いが違います。はい。はい、今日のご飯そんな感じでした。ちょっと少なかったね。本当はお魚にいたのがあるんで、冷めたら食べさせようと思ってます。はい、ごちそうさまでした。じゃあまたね。バイバイ。足りないな。取ります。可愛いからずっと取っちゃう。一枚。ごちそうさま。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったらしいです。はい。じゃあね、またね、バイバイ。この動画はペット食育指導士、50度洗い低温スチームインストラクターの神山恵子によるペットと人の料理を美味しく楽しく、そして健康にするための動画です。どなたかのお役に立てたら嬉しいです。